それを聞いて、五郎さんが、金がね、噂は聞いてたけど、やっぱり相当な人だねって話をしてますね。そうですよね。うん。ミュージシャンだったら自分で曲を作って自分で歌えっていうことを言ってるからですから、この時代は珍しかったかもしれないですからね。うん、作詞家がいて作曲家がいてっていうのは別でしたからね。だから今でもさ、有名なさ、例えばさ、徳永英明さんとかもさ、チェッカーズのさ、チェッカーズもさ、初めはさ、別の人が書いてたじゃないですか。だから、後に自分たちで書くようになったけど、初めて大体そうですよね。誰か専属の有名な作詞家に書いてもらって、その人たちの歌を歌ってましたよね。そう、いきなり自分たちのオリジナルはやらせてもらえなかったですよね。まあそういうのありますよね。うん、それで続きまして、男性ファンが欲しいっていう項目がありまして、それで五郎さんが、いつか深夜放送を聞いていたら、君が出ていて、あれですね、シンジさんですかね、が出ていて、今何が欲しいと聞かれて、男性のファンが欲しいって言ったらしいんですよね、シンジさんがね。うん、それを聞いて五郎さんが、僕にもわかるなって話をしてますからね。だからその頃、五郎さんの女性ファン